この折り曲げるという行為が実は運気を下げてしまう NG 行為につながってしまうんです。はい、皆さんこんにちは、かんちゃん住職です。皆様が普段使われているお金、硬貨とかお札の中にね、危険なものがあるっていうのはご存知だったでしょうかね。もし危険なお金とは知らずにお財布の中に入れたまま放置し続けておりますと、運気を下げてしまうことがあるんですよね。特に金運です。お金周りで苦労してしまうかもしれません。なるべく余計なことでね、お金周りの悩みなんて抱えたくはないですよね。そこで今回は、見つけたらすぐ手放して危険なお金というテーマでね、ご紹介させていただきたいと思っております。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。また、かんちゃん住職の初版本、魂磨き開運、ただいま絶賛発売中です。全国書店やアマゾン、そしてこちら新庄寺でもご購入いただけます。詳細は概要欄をね、ご確認くださいませね。それでは行ってみましょう。お金には運気の上がるものと下がるものがあるなんてね、これ考えたこともないでしょうけれども、実は持ち歩くお札や硬貨によって、その硬貨にね、その運勢の差が出てしまうもんでもあるんですよね。キャッシュレスといってね、電子マネーの流れが定着しつつあるお金の支払いなんですけれども、とはいえ現金をお財布に入れて持ち歩く派の人もまだまだいらっしゃいます。そんなお財布にも、可愛らしいお財布からね、こう豪華なね、素敵なお財布までいろいろございます。近年では小さいお財布の方がね、これ持ち歩きやすいし、小銭とかカード類もね、これもちろん入れることができますので、バッグの中身もコンパクトになってとっても便利ということで、とても人気だそうでございます。ただし三つ折りとか二つ折りのこのお財布ですと、仮にこの新札を入れようとした時、必然的にお札を折り曲げることになってしまいますよね。この折り曲げるという行為が実は運気を下げてしまう NG 行為につながってしまうんです。もともと折れ曲がっているお札をね、この三つ折り財布とか二つ折り財布の中に入れたとしても、まあもともと曲がっておりますので問題ないんですけれども、もともと新札だったそのお札を自分の手で折り曲げて使うことになるという申し訳なさ、お財布の形状がそうだからまあ仕方ないことであるんですけれども、絶対に折り曲げてはダメというわけではありませんが、ただね、折り曲げないで済むならそれ成功したことはないという話でございます。じゃあなんでね、折り曲げてはいけないのか、その理由についてお話してみたいと思います。まず皆様もね、これご経験あろうかと思うんですけれども、自動販売機とか精算機、あるいは券売機などでね、このお札を機械に入れて支払いしようとすると、機械が認証してくれないなんてことございませんでしょうかね。現金が戻されるなんてことがあると思います。そこで戻ってきたお札の折り目をね、これ伸ばして何度も何度もチャレンジするも、やっぱり反応してくれなくて、ニッチもサッチもいかなくなったなんてご経験ございませんでしょうかね。そこで多少なりともイライラする、このイライラ感がネガティブなエネルギーをね、その曲がったお札に向けてしまうことになります。そうしたいろいろな人の念が入ったその曲がって機械が通さなくなったそのお札が、回り回ってあなたの手元にやってきていることを考えますと、同じお札でもそのお札から放たれるエネルギーが新札とは違うことは、これなんとなくご理解いただけるかと思います。折れ曲がったお札から放たれるそのネガティブなエネルギーを手元に置いておくことで、あなたの波動もネガティブな波動に影響を受けて、あなたの運気を下げてしまうことにつながってくるということでございます。また仮にね、5000円のね、この支払いを精算機で行おうと思って財布をパッと見ると千円札が5枚入ってたとしましょう。それをね、1枚ずつこう入れるんですけれども、なぜかその中の1枚だけね、こう戻ってきてしまう、精算機が認証してくれない、そんなお札があったとしましょう。実はその1枚の千円札にのみね、邪気が染み付いてしまっている可能性が考えられます。そんなお札っていうのはね、邪気まみれで機械をもね、通さなくなっていることがあるんですよ。そんなお札をもし手元に持ってるとすれば、これを使うとしたらもう手渡しで支払うことしかできませんしね、何かとこのマイナス用品がね、絡んでまいりますので、そういう場合はそのお札をね、まあ優先的に使うようになさって、手元からね、なるべく早くね、手放した方が身のためだと思います。ちなみに新札の場合は長財布に入れられて、これ持ち歩くようになさって、意識なさってね、自分の手でこの最初の折り目をできるだけつけないように注意していただきたいと思います。というのも、お札を折り曲げることでお札から放たれるそのエネルギーをね、こう削いでしまうことになるということをね、皆様ぜひね、ご理解いただいて、大切にね、お金を扱っていただければ幸いでございます。あと、お金といえば硬貨ですよね。硬貨にも意識的になっていただければと思います。例えばね、こういうことってないでしょうかね。
何かのネジが緩んでいることに気づいたんだけど、手元にはドライバーもね、六角レンチなんてものもない場合、やむなくお財布を置けて硬貨を取り出してね、その硬貨をネジ回しの代用品としてこうグッて使うなんて、ご経験ございませんでしょうかね。私もよくね使っていたことがございます。とっさの時はもう便利な代用品として使っちゃうんですけれども、でもこの行為はね、これ完全に NG でございます。もしネジ回しの代わりに硬貨を使ってしまいますと、お金に傷をつけてしまうことになりますよね。そうやって硬貨に傷をつけることで、硬貨のエネルギーを削ぎ落としてしまうことになります。またビールか何かの栓をこう抜く時にね、この栓抜きの代わりに硬貨を使ってポーンって開けるなんてこう芸当もございますけれども、これも当然 NG です。まあいずれにしてもね、硬貨の用途とは全く関係ないものとして使っている時点で、硬貨にとってこれ NG ですし、さらに傷をつけることで硬貨の波動を弱めることになりますから、金運が下がっていってしまいます。このようにね、何気なくやってしまいがちなその行為がね、お金が自分のものに元に入ってこなくなってしまう原因を作ってしまっております。自ら運気を下げるような真似だけはね、しないようにご注意してくださいませね。あとね、回り回って手元にやってきたそのお金で気をつけていただきたいのが、このね、シワシワのお札、あるいは折れているお札、あとは落書きされているお札、破れているお札でございます。また硬貨であれば、錆びてボロボロになったこの硬貨も要注意ですよ。そうしたお金をいつも持ち歩くお財布に入れていたとすれば、運気を下げながら歩いているのと同じことでございます。あとね、これ小銭入れにね、硬貨がパンパンに入っているというのも、新たな金運を妨げる NG 行為だと覚えておいてくださいませね。ではこっからは、お財布とお金の関係について、運気を上げる方法についてね、皆様にご紹介してまいりたいと思います。運気を上げるお財布とお金の関係3選、1つ目はお札の向きを揃えて入れる。お札は上向きがいいという説とか、逆に下向きがいいという説、これ聞いたことあるかもしれませんけれども、この向きに関しましてはね、これとても重要な意味を持ちます。とはいえね、実用面も考慮して、自分が良いと思える向きで揃えていただければよろしいかとは思います。ただどちら向きにしたとしましてもね、お札の表裏を一定に揃えるのはこれ大事なポイントと言えます。ちなみにお札を上向きに入れた場合、まあ、つまりね、お札に印刷されているあの肖像画の頭の部分を上にして入れた場合ね、その場合はお金が出ていって世の中を巡り巡って回って、また自分の元に戻ってくるというね、その原因が担がれております。また実用面でもね、お財布の中のこの金額が見えやすい、確認しやすいっていうこともね、これメリットでもありますよね。では逆にお札を下向きに入れた場合は、お金が出ていきにくくなって、お金が溜まりやすくなるとも言われております。ただし実用面ではこれ逆さまに入っておりますので、これ金額が確認しづらくなるというデメリットもございます。結局これはね、まあどちらでも、上向きでも下向きでもどちらでもいいですよってことになります。ただ表裏を揃えて、上向きか下向きかを同じように揃えておけば、運気を上げるお札の入れ方ということになってまいります。運気を上げるお財布とお金の関係3選、2つ目はお札を種類ごとに揃える。これお財布をパッと開けた時にね、このお札がね、種類ごとにきれいに揃って入っておりますと、いくら入っているかが一目で分かりやすくなりますよね。またお金を入れる順番もね、金運を上げることにつながるようでございます。お札に宿るその波動と金額の持つ波動の大きさが比例いたします。なのでよりお金としての波動が強いのは、順番に1万円札、5000円札、1000円札という順番通りに並んでおりますとね、これお金が貯まりやすくなると考えられております。金額が高いお札を内側に、要するに1万円ですよね、次に5000円で、一番外側に金額の低い1000円札を入れておくと、これは金運、運気を上げやすくなると言われております。運気を上げるお財布とお金の関係3選、3つ目はお札を折らないようにして入れる。これは先ほど来ね、お伝えさせていただいた通りでございます。お金は天下の回り物という言葉がありますように、お金は常に人の間を巡っているもんでございます。出て行ったお金は回り回って、いつかは自分の元へと帰ってくると言われております。一度出て行ったそのお札を丁寧に扱っているからこそ、また自分の手元に戻ってきてくれるというわけでございます。お札はお財布の中にきれいに保管して、きれいに手放されるのがこれ理想的ですよね。そういう意味では、お札を折らずに、お札を汚さずにね、そのお金を大切にする意識が問われてまいります。できればお財布にスペースを作っておかれて、お金自体にゆとりを持たせてあげられてもよろしいかと思いますよ。メインを長財布にして、そしてサブとしてね、ミニ財布にこの小銭などを入れてね、そのお財布をこう併用するのも良い使い方だと思います。
ということでまとめ、運気を上げるお財布とお金の関係3選。1つ目はお財布の向きを揃えて入れる。2つ目お財布の種類ごとに揃える。3つ目お財布を折らないように入れる。以上3つお金とお財布の関係についてお話しさせていただきました。ちなみに皆様のご家庭にはね、こう大黒様祀っておられますでしょうかね。もしね大黒様が祀られているようであれば、その大黒様のこの足元に硬貨を1枚ずつ山積み積んでお供えなさっておかれると金運を呼び込むことができますよ。つまり1円玉、5円玉、10円玉、50円玉、100円玉、そして500円玉、これで全部ですかね。このね全部で硬貨がね6枚になります。一番下から500円玉100円玉っていうね大きい順にこうちっちゃくねこう山積みしてねこうお供えしていただきます。それを大黒様のね後ろ、パッと見でね見えないところにこう縦に山積みにしてねお供えしてね試してみてくださいね。金運が上がるはずですよ。また物がね人を選ぶということもございます。物を雑に扱っていたら、まあこれお金はもちろんなんですけれども、服とか日用品なんかでも自分の方からねもう離れていってしまうもんでございます。ようやく手に入れたものでもね、いい加減な気持ちでこうポーンとこうやって扱っておりますと、そのものがね急に見つからなくなって紛失してみたりとかね、誰かの手に渡ってしまうなんてことも実際にございますからね。神仏様やあなたの守護霊はね、あなたのその物の取り扱い方をいつもチェックなさっておいででございます。丁寧にきちんと扱っていらっしゃる人は運気を上昇させてくださいますよ。あとお金を入れていくそのお財布にも金運が上がるポイントがいくつかございます。例えばお財布にねもう傷がない、ダメージがなくて綺麗に使っていらっしゃるお財布、あるいはそのお財布の中に新札しか入れていない、あるいはレシートや領収書も入っていない、こうしたお財布をね運気を上げます。そうしたことを踏まえて一説ではお財布の寿命は1000日なんて言われます。なので3年前後がお財布の買い時ではあるんですけれども、お財布はねちょっと手入れをすれば、まあ、長く使えるものでもありますよね。ちょっとしたねこの傷とか汚れ、そういったものを修理に出したりとか、あとは手入れをしたりとかしておりますと綺麗な状態にいつまでも保てます。革製のお財布ならもう自分で定期的にねお手入れとか、あるいは専門店でのクリーニングに出すのはこれおすすめですよね。その中で角が擦れていたりとか、あるいは革が劣化していたり、ファスナーがもう破損しているなどね、これ見た目にもダメージが深刻な場合はいよいよねお財布の買い時だと思ってくださいませね。では新しいお財布の使い始める時のポイントも押さえておきましょう。新しいお財布を使い始めるのは縁起の良い吉日が断然おすすめです。代表的な吉日といえば天赦日、一粒万倍日、虎の日、巳の日、こういったね4つのねこう吉日が挙げられます。暦で事前にこの4つにね当たる吉日をチェックなさっておかれて、使い始めの日を決めておかれたらこれ OK でございます。ちなみに暦の中には不成就日という日もございます。陰陽道の世界では万事成就しない日としてね忌み嫌われる凶日とされております。ということで不成就日もねこれチェックすることを忘れずにね、お財布を使い始める日にも不成就日と重ならない吉日を選ぶようにいたしましょうね。ちなみに吉日の中で天赦日は1年の暦の中で最も良い大吉日とされております。というのも1年間に5、6回しかありませんし、この日に始める事柄はもう成功すると言われております。タイミングが合うならね、このお財布の使い始めにも天赦日を選ばれてはいかがでしょうかね。そしてこの天赦日に続いて一粒万倍日もおすすめの吉日でございます。1が1万になるという意味の吉日、小さなものでも大きく成長するという意味合いを持つ一粒万倍日、お財布を新調なさってお金をね何倍にも増やせる吉日と考えられておりますので、まさに財布の購入の日とか、あるいは使い始めにうってつけの日と言えます。おまけに他の吉日と重なることがよくありますので、さらに効果を倍増させることができます。ではお次は虎の日です。虎の日は十二支の虎から来ている日なんですけれども、12日に一度巡ってくる日となります。金運との関係で申しますと、お金を使っても戻ってくると考えられている吉日となります。では最後にもう一つの吉日は巳の日です。金運の神様である弁財天の使いが蛇なんですけれども、巳といえば蛇ですよね。そんな蛇がお金にまつわる願いを届けてくれる日とされております。ということで天赦日、一粒万倍日、虎の日、巳の日、この4つの吉日をご紹介させていただきました。そして本年2024年最強吉日の天赦日、そして一粒万倍日が重なる日っていうのがございます。これね数えてみました。おまけに不成就日は除いて数えてあります。私に見余りがなければ全部で4日ございます。その4日を発表いたします。1つ1月1日の元日、2つ
3月15日の金曜日、3つ7月29日の月曜日、4つ12月26日木曜日、以上の4日間でございます。今年はあと3回3日間ございます。次は3月15日が転写日と一粒万倍日が重なる大吉日でございますので、何かのこと始めにはもううってつけの1日ですからね、もうねぜひね見逃さずにチャレンジなさってみてくださいませね。お財布の新調もねこれもちろんおすすめでございます。もしお財布を新調なさったらすぐに使い始めないで、購入してからその手元に持ってから1、2週間程度ね寝かせて使えばさらに金運効果がアップするという話がございます。1、2週間寝かせる理由はお財布にお金をねこう入れてね、そのお金を認識してもらって、お金が出ていってもまだ戻ってくるように定着させるためだなんてことが言われております。まあ、ちょっとねまじない的な要素になりますけれども、まあ一理あると思うのが、自分の波動をねそのお財布に定着させるという意味では寝かせておく意味があろうかとは思います。そしてお財布を寝かせる時のポイントもございます。新札の1万円札を入れた状態で1、2週間北の方角にあるタンスあるいは引き出しの中に入れて寝かせるのが良いとされております。あと気をつけなきゃいけないのが、火はお金を燃やすという風水の考え方から台所とかね火器の近くには避けましょうね。寝かせておくだけではなくて、お財布自体を使わないにしても、もうお出かけの際にねもう持ち歩くバッグの中に入れられても一緒に持ち歩いてもこれ効果的だと思います。自分のオーラをねこのお財布になじませるなんていったイメージで使い始められる前に、もういつも持ち歩いてるバッグに入れてね一緒に持ち歩いてもよろしいかと思います。まあこういう作法をオーラマーキングなんてって言い方も確かするんですよね。それでは最後に金運を上げるお財布の使い方もご紹介しておきたいと思います。金運を上げるためには、普段持ち歩いて使っていらっしゃるそのお財布の使い方を見直すのも一つでございます。そこで今あなたがお持ちのそのお財布の使い方を見直されることでね、さらに金運アップする方法を目指してまいりましょうということで、ここから3つの方法をねご紹介させていただきたいと思います。金運を上げるお財布の使い方3選、1つ目は使用頻度の低いカードを入れておかない。お財布の中は常にね整理整頓された状態にしておくのはこれ基本でございます。中でも使用頻度の低いカードやポイントカードなどっていうのはずっとお財布の中に入れておかないで、普段持ち歩くお財布の中身はね必要なカードのみ厳選した1枚だけを入れておくようにいたしましょう。ちなみにポイントカードというのはクーポン券と同じ意味合いがございます。なので割引につながるものということで、お札とは反対の性格を持っておりますから、そうしたものを大量に入れすぎないように注意しておきましょう。とはいえそうしたカード類もね普段からよく使われるという方は、お財布とはまた別にねカードケースなんか用意されて、そこにカード類を貯めてねまとめておかれることがおすすめでございます。金運を上げるお財布の使い方3選2つ目は、なるべくたくさんのお札を入れておく。お金はお金から放たれるその波動に引き寄せられてやってまいりますので、お財布の中には多めのお金を入れておけばね、それだけ大きな波動がさらなるお金を引き寄せて金運アップしやすいと考えられております。じゃあいくらぐらい入れておけばいいのかってことなんですけれども、これよく言われることでございます。お財布を購入した金額と同じくらいの金額は最低限入れておく方がいいんじゃないのっていう話がございます。ぜひね参考になさってみてくださいませね。金運を上げるお財布の使い方3選、3つ目は金運を高めるアイテムを入れておく。金運を上げるアイテムを1つねお財布の中に入れておくのもこれおすすめでございます。とはいえ金運アップのアイテムが一体何かわからないという人がほとんどだろうと思います。例えばお守り様でございます。ただしお守り様をお財布に入れる場合はね、金運守り、金運の向上がこう期待されるそういった種類のお守り様だけを入れるようにいたしましょう。複数のお守り様をあれもこれもと入れないようになさって、まあ、これも厳選した一つのねお守り様に絞るのがポイントでございます。ということでまとめ、金運を上げるお財布の使い方3選、1つ目は使用頻度の低いカードを入れておかない。2つ目、なるべくたくさんのお札を入れておく。3つ目、金運を高めるアイテムを何か入れておく。以上3つ、金運効果の高いお財布の使い方についてご紹介させていただきました。皆さんは最後の3つ目なんですけれども、この金運を高める何かアイテムってことなんですが、何か皆様実際にねお財布の中に入れてらっしゃる金運を高めるアイテム、ぜひねコメント欄で教えていただければ幸いでございます。はい、ということでね、今回の話は参考になったよと思えたそこのあなた、ぜひねチャンネル登録グッドボタンもよろしくお願いいたします。またコメント欄や公式 LINE のメッセージもどしどしお待ちいたしております。
あと個人的にご相談やご祈祷などをね、ご希望の方は新城寺のホームページに入っていただいて、お悩み相談という項目から直接メッセージを送っていただければ幸いでございます。それから魂磨き開運、ただいま絶賛発売中です。全国書店やアマゾン、そしてもちろん新城寺でもご購入いただけます。現在本当におかげさまでね、皆様のおかげさまをもちまして売れ行きも上々でございます。そして皆様からの感想もね、いただいております。またご所望の方はあなたのお名前と私のサインを書き記しましてね、ご郵送もできますからね、ご郵送をご希望の方もね、概要欄に貼っておりますので、ぜひチェックなさってみてくださいませね。それではまた他の動画でお目にかかりましょう。かんちゃん住職でした。